ちょっとこういう風になってますが、ちょっと日常運動の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらグラノーラケーキみたいなのを作ってみました。こちらはですね、以前食べたこちらのチョコレートのグラノラ浅摘みいちごケロッグにヨーグルトを混ぜたものを、さらにホットケーキミックスも混ぜて焼いてみました。まあ、通常こう自分は基本2回以上同じ商品をレビューすることになるんですが、なんでこんなことしたのかというと、単純に間違って2個買ったからです。と気づいてどうしようこれって思ったんですよね。でせっかくだから、まあいろいろ考えてみた結果、ちょっとこういう風に一アレンジ加えてもいいんじゃないかと思ってやってみました。チャンネル登録よろしくお願いします。もうこれ持ったまま食えないので、もうそのままいきますね。ではいただきます。ではしっとりしてて、それでいてところどころにザクザクがあって、甘酸っぱさもあって、また違った美味しさがあるっていうのがいいな。もっと他のグラノーラでもやってみようかな。でも量は結構多いので、たまるのはご愛嬌ですかね。バターとか乗せてもいいかも。はい、ごちそうさまでした。ホットケーキミックスは一袋なので、粉足りないかなと思ったんですけど、案外そんなことなくって、いい感じに焼けてグラノーラを固めてくれましたね。グラノーラはやっぱり、ね、ヨーグルト入りの生地に使ってしまうので、どうしてもザクザク感は失われてしまうんですけど、それでもところどころに残っていて、いちごの甘酸っぱさもただ食べた時よりもむしろ感じやすくなっていて、これはこれでとっても美味しかったです。グラノーラただザクザクで飽きたっていう方にはぜひ試していただきたいものですね。というわけで手前味噌ではございますが、こちらの提出とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。